アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。どうもエテポンゲです。先日ですね、大阪ガンダムオンライン宣伝部大阪キャラバンの方にね行かさせてもろたんですが、いろいろとね、良い刺激がね、ありましたんで、モチベーションもすごく上がったんで、また、ガンダムオンラインでちょくちょくやっていこうと思います。いろいろといい出会いがありました。出会い系ガンダムオンラインです。てなわけでね、今回から新しいスリリングな企画を思いついてしまいましたので、そちらをねやっていこうかなって思います。はい、気づいちゃったんだけど、エテポンゲっていうのはそのやっぱりガンダムオンライン、まあうまいかうまくないかで言うたら、そのまあうまい部類には入るんかなとは思ってるんですが、世間から見るとなんかそういう感じではなんかないらしいんですよ。うまいプレイングを見て、エテポンゲの動画を見てうまいプレイングを見て勉強するっていう、そういうねスタンスだとね思い込んでたんですけど、どうやらなんかそうじゃないらしくて、まあいろいろとね模索しました。はい、まあ以前ねガンダム1期シリーズ、ガンダム1期やられたら即売却シリーズっていうのをねやらさせてもろてたんですが、今回からまたねそのシリーズ、ちょっと話が長い、ちょっといろいろとアムロ風実況のねやり方は忘れちゃって、どういう感じでやってたかっていうのをね今手探りでちょっとやってます。はい、話長くなるんだけどもいいか。まずねデッキこんな感じで今後やっていこうと思います。はい、ガンダム1期売却シリーズはコアなファンの方がねいて、まあ泣く泣くねシリーズはもう終了したんで、第1シーズンは終了したんでね、まあ第2シーズンご期待くださいということで、今回からそのシリーズ、罰ゲーム付きパーフェクトパック、罰ゲーム付きパーフェクトパックというのをねやっていこうと思います。動画投稿者の皆さんもねぜひともパクってやってください。罰ゲーム付きパーフェクトパックというのは、シンプルに罰ゲームをつけて、ガンダムオンライン やろうねっていうやつです。はい。なんでね、今回最初の罰ゲームは、エテポンゲ自身が、決めます。で、2回目以降は、コメント、YouTube、もとい、ニコニコ動画のコメント、最後の方にね、罰ゲーム、募集タイムというのをね設けますので、そちらね何でもいいんで、うんこ食べるとかそういうの以外、犯罪的なやつ以外は何でもいいんで、うんこ食べるとかそういうのなしなマジでもう何でもいいんでやるんで、はい、不正もねしないんで、ちゃんともうほぼノーカットでやらさせてもらいます。最悪ねライブでやってもねいいんで、そこんとこよろしくお願いします。信じてくれよ。俺たちそういう信頼関係で出来上がってるじゃないか。だよな。はい、てなわけで、今回の罰ゲームを発表いたします。まあ、今回、第1回、罰ゲームパーフェクトパックということで、まあ、シンプルにね、今回は、まあ、罰ゲームの内容は、課金ということで、よろしくお願いします。3000円分ぐらいね、10年1回分ぐらいの、課金をするという体でやっていきます。はい。別にね、何でもいいんで、罰ゲームは。はい。うんこ食べるとか、そういうの以外は、全然、何でもいいんで、もう、各々のね、センス、各々の罰ゲームセンスが問われる、感じになっております。はい。で、どうしたら罰ゲームを受けるかっていうのは、やっぱりね、勝ち負けで、その、汚い手しか使えない、お前は、もうパワー負けしている。ちょっとたまにこういうの挟んでいかないと、これ、アムロじゃなくねっていう感じになっちゃうんで、ちょっと急に入るけど、そこんとこちょっと、ご理解の方よろしくお願いします。勝ち負けは、正直やっぱ味方に左右される部分がありますので、今回は、まあ、エテポンゲ、今現在、左官ということで、少佐ですね。少佐なんで、1戦場、今から次の戦う戦場で、10キルはぬるいな、さすがに。すまん。それはちょっと、エゴだったわ、それは。肥大したエゴは、世界を戦火に包むのか。エゴだったわ、それは。はい。エゴだよ、それは。だからね、20キルしようと思う。20キルできなかった場合は、今回、罰ゲームで課金するという形を取らさせていただきます。言うてね、古参プレイヤー、ガオンキャラバンも2回以上行くぐらいの古参プレイヤーなんでね、それぐらい簡単にできてしまうと思います。あれだな、証拠としてあれも見しといた方がいいな。パイロットカードで、はい。ここ見しとけばね、大丈夫でしょ、前回のプレイは、今年の1月31日、4時3分。引退しろ、もう、こいつ。こんな、ガオンやってねえやつがガオンキャラバン来んなっていう話。はいってなわけで、参戦していこうと思います。召喚が多くない、なんか召喚多くないか、この戦場。古参やからってさ、古参やからって召喚戦場にぶち込まれたは10キルにしない、とりあえず10キル20キルでいきます。まあ戦場はね、北極基地、エテポンゲが得意としているフィールドの一つですね。ほんとうんこ食べるとかそういうの以外でよろしくお願いします。あとね、キルをね、まあ今現環境非常にね、キルは取りやすい、環境となっていますんでね、20キルぐらいは楽勝でいけてしまうと思います。ほんとね、罰ゲーム期待している皆さん、ちょっとしょうもない結果になるかもしれんけども、頼むな、ほんと。で、罰ゲームね、回避してもね、まあ次回以降また、する罰ゲームをね、どんどんね、決めてね、記入してもらって、最終的にはね、まあ、Twitter とかなりで、パーセンテージね、アンケート取ってね、どれにしようかな、みたいな感じの、なんかテイストでやっていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。マジ久しぶりだわ、ほんと。大阪キャラバンではね、戦うことができませんでしたので、何もすることができませんでした。よし。まず初動は、ニューガンダムで出撃します。いや、ほんとね、今、ガンオンのモチベめっちゃ上がってるんで、20キルぐらいマジで楽勝だわ。いもったりしないんで、門町とかね、そんな卑怯な手は、汚い手しか使えない。お前は、もうパワー負けしている。そんなんしないんで、積極的に凸も狙いつつ、20キルも、しっかりする。戦場を勝ちに導く。そのことももちろん忘れ、まず、はい。デボンゲリハプティズム。いきますやあ。よし。でね、この今新しい方のね、ハイスペックパソコンの方でやってますんでね、余裕で追いついちゃいますね。拠点までもう早いんで、これパソコン自体が早いんで、拠点もニューガンダムの銀図でも十分余裕で楽勝で踏めてしまいます。まあ余裕ですね。よし、本当こいつが要、今回のニューガンダムが要。こさんだめじゃん。なんでもうちょっとこれなんなんこれマジで。ちょっと待ってこれ何、これどうすんの。ちょっと待って、あれなんなん、あれちょっとなんかたまに上がって、早く上がって。ちょっとこれ何マジで、もうこれ何、ちょっと教えてくれんちょ誰か。なんでどういうこと、これ何、これ何、これなんなんこれ。ちょっとリロードしたらあんなことなるんだが、リロードしたらこんなことになるんだが、ちょっとダメだ。あ、これじゃ戦えん。ちょっと待って、エスケープをしてオプション開いて、これもジオンの仕業か。なんなのあれマジで。押し込みリロードボタン Q が何かに反応している。ボタン Q サイクロプス隊任務開始。各自予定通りの行動を取れ。試させてもらおうか。ちょっとよわからんわ、ちょっといやもうリロードボタン変えよう。リロードボタンをちょっと変えるわ。ボタン Q じゃなくて、リロードボタン何にしたらいい？下か。とりあえず、下。ちょっと緊急祈祷捨てます、今回。今回、緊急祈祷捨てます。よし。いけ！インファンネル！この舞ならやっと戦えるわ。またリロードボタン押しちゃったわ。もうこれ無理だわ今日。もうこれなしにせん。ちょっとこれいけ。あ、また押しちゃった。もうちょっとそこ！これ何？これ何それ。もう絶対リロードボタンスティック押し込みしない。テポンゲちゃんと学習できる子だから、ちゃんと学習はできもらったー。ちょっといいとこ見せちゃったかな。拠点を占領しました。リロードは下ボタン。これちょっと分かる人いたらちょっと教えてな。ちょっとなんかさ出んのよ、なんかで出んのよ、なんかあれは欲しかったな。これ3番拠点取られてるんでね、注意しよう。イモってんじゃねえよ。イモってんじゃねえよ。クソが。こっちはリロードを今緊急機と縛ってやってんだからな。ちょっとそこんとこ理解しろよ。修理が必要ですよ。拠点をもらっている。機体はまだ戦いと言っています。バズーカー！あ、また押しちゃった！また押しちゃった！違うなし下ボタンありがとう。やばい、ちょっとカオスここちゃんとね、引くとこは引こう。忘れていないようだ。まだ召喚だった頃の戦い方をしっかり忘れていないようだ。おい、ちょっと前で過ぎちゃうかそれ。怖い。もうちょっと絶対もうちゃんとリロードできたらもう15キルはいってるな。これ15は100確実にいってる。100式リロードなんでガンオンしながらモンハン持ちなんかしないといかんのや。これおかしいやろ。あ、持ち帰っちゃった。これなんなんこのなんか飛んでくるやつ。これ邪魔をするな。はあはあ、そうやって打つだけ打って逃げんのか。そうやって弱えな、腰抜けが。ちょっと待って、怖い。ニューガンダムは大事に乗ろうな。決してはいいや、うまくない。やっぱこれほら言うてさ、召喚いっぱいいたやん。やのにもかかわらずこのキル、やのにもかかわらずこんだけ戦えるっていうのはやっぱりね、昔のね時代を知ってるからこその立ち回り。すぐに環境に適応する適応能力。そこちょっとビームライフルがなくなったんで一回帰ろう。ほんとみんなね罰をね期待してると思いますが、悪いけどそう簡単に罰ゲームは受けん。ここ踏まれたらまずいから、ここは踏ましちゃいけん。それだけはわかる。いけ。ちょっと弾がありませんね。アブラーチョ死にかけ、緊急起動を封じてしまってる。緊急 Z キーボードも使えます。エテポンゲームパッドだけではなくキーボードもちゃんと使えます。てか今まであんなことなってなかったのに、なんか新しい。これパソコン側の設定がおかしいんでしょうかね。これパソコン側の設定がおかしいんでしょうかね。これリロードボタンを押した。これがで、これ何これ、ほんと何これ、何これすごくないこれ。これ映ってんのかな。でんでん、なんだこれ、なんじゃこれ。どうしよう、ビーコン持ってこうかな。いや、ビーコンまだいらないな。あとは頼みました。一時退避します。マジでなんかこれさえなかったらもう20キル突破してるわ。今何キル ?6 キル。やったね、拠点が増えたよ。指揮官から指示が届きました。まるでリロードしたボタン。甘いですわ。やばい、ちょっともう10分経ちそうなんだが。そうか。絆でもいい。ああ、また押してしまった、押してしまった。もう修理、私がやります。あ、落ちた。上がって、早く早く。はっ、これじゃやられやすい。どうでしょう、出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。どこ行ったらいっぱいキル取れる。ちょっとやっぱ3上しかないな。でガンダムはね、強化されたんで、ナパームは捨てました、うん、ナパームいらねえ。このバズーカ F、 強襲型バズーカ F タイプ F がこの万バズになりましたんで、もうね、ナパーム必要ありません。みんなもガンダム使ってるみんなもね、ナパーム装備してるやつはもうにわかなんで、にわか。ちょっともう切る。うれえ、なめるな。出てこなければ倒さなくて済んだのに。修理は任せておきなさいって。おい、引くぞ。敵の信頼ばかりか。逃がしませんよ。えあああああ、よし、一発発だ。やってくれ。よし、ガンダムはまだ3キル。おっ、きょ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 、このまま続け、このまま続け。リロード。ちょっとダメだな。4番はもうエースがもうしっかりガードしてるんで、4番に攻め込むのは悪手。ここはもうみんなで一気に3番踏みに行くってのがどうでもいいわ。3番とか俺はキル取らんといかんのやから、どうでもいいわ3番とか。あとでパスさあ、やめてもう。これなんだ、ちょっとマジでどうしてこんなことになるの。これ出撃する地点を選んでください。指示が届きました。マジで汚ねえ、マジ汚ねえわ、汚ねえわ、汚ねえってしか使えねえわこんなの。あ、怖いな、びっくりさせないで。ゲーマルクいただきます。指揮官から指示が届きました。俺が出る までもなかったな。連邦一の大将、連邦一の大将。ちょっと今さっき那覇と見えんかった。那覇とナハトいたろ。私にも手伝わせてください。マジこの唯一エテポンゲーのガンダムの中で唯一銀図のこのガンダムコンカス4、このあとね50でねコンカスレベル5になりますんで、もうこいつはマジで D 角の鬼、 D 角の二刀流 D 角の鬼。ちょっと敵もう、あ、今何キルです、今9キル、あと11キルな。あー、ここは行っちゃいけない。もっと来いよ、もっと攻めてこいよ。あ、やばい。あ、ありがとう、ありがとうな。大門町、ああはいはいはい、ガンダムなめんなよ。うれ死ねー。逃げるときも逃げるときも D 角、逃げるときは D 角、落ちたー。早く早く早く乗れ、この野郎。イフのくせにショットガンとか持ち上がって情けねえ。いや、いけるぞこれ、いけるぞ。そこもパワーも、あ、そうか、分かったぞ分かったぞ。クリックを仕込みをリロードにしたらよくないか。クリックを仕込みをリロード、ここ心配しないで、ありがとうございます。指揮官から指示が届きました。敵ビーコンを破壊したわ。できんほんと、やっぱね心配そう。ちょっとあと3分しかありませんが、突っ込むか、突っ込んだら CT ならんか。あそこに1人いんのか。あ、ヘルプヘルプヘルプ、ブーヘッなめるな。ちょっとこれはダメだ、 CT なるわ。ここ CT なるわけにはいかない、 CT になるわけにはいかないか。ありがとうありがとうなありがとうな。マジ感謝マジ感謝マジ感謝マンジマジ感謝マンジマンジ感謝マンジ。あー、もういっか、2分しかねえ、いくわ。なにやこいつ、なめるな。大丈夫大丈夫、まだ舞う、まだ舞う。ガンダムで、特攻してニューガンダムがまだ いるから、全然問題ない。ちょ振り回してくるわ。あと7キロいけっしょ。しかもね、こうやってキルを意識することによってね、レベルアップも。ああ、絆、遠目からの一発。今のキル入ってるでしょ。うわ、やってるわこれ完全に。あ出撃する地点を選んでください。敵衛式の撃破に成功しました。戦略兵器の起動が確認されました。やりました。我が軍の勝利です。はい、ということでね、本日の戦場は13キルです。けど、これ勝ったから、これ勝ちってことは、これはもう、まあ、免除？戦場を勝ちに導いたってことは、これはもういいんじゃない？これは罰ゲームに値しないんじゃないかなって思うんだけど、はい、てなわけで、次の動画のね、冒頭にね、3000円分買いに行きますんでね、はい、お願いします。もうけどさ、これなんかおかしかったやん、最初のやつは。あれさえなければあ、そうそう、これね、新しくなんかアドバンスドジェネレーションだっけ、これアドバンスドジェネレーションのなんかこういうのもなんか最近追加されたみたいなんでね、つけていこう、どんどん。はい。ではお疲れ様でした。